水森かおりです。司会の西寄東です。水森かおりさん、はい、20周年おめでとうございます。ありがとうございます。今年は記念の年で、はい、恒例のメモリアルコンサートが、はい、また賑やかに開催されるということで。そうですね、ありがたいですね。9月25日がデビュー記念日で、はい、東京中野サンプラザで開催されるんですね。そうなんです。もう毎年やらせていただきまして、はい、今年もやります。どんなステージになるんでしょうかね。どうします。あれがあれしてあんなになっちゃうんですか。どうしよう。でもやりますよ。あれを、あれを、あれも、はい、あれです。いつものコンサートの時は、うん、はい、こういう感じですけど、急に25日はもうファーってなって、ファーってなって、ファーってなります。今言えるのはここまでです。いや、じゃあ楽しみですし、はい、かおりさんにとっても特別なステージですね。そうですね、やっぱりデビューの日ですから、やっぱりこうまたなんか、なんていうのかな、初心の気持ちで、うん、またここから新たな、1年が始まるなという、そういう気持ちですね。はい、はい、でもちろんこのメモリアルコンサートは普段のコンサートツアーでは聴けない曲もプログラムの中には入ってると、うん、そうですね。いや、楽しみ。本当はね、全部できればいいんですけどね、はい、通常のコンサートでも、うん、でもメモリアルだからこそこう見せられるものってありますから、はい、はい、ぜひ来ていただきたいです。はい、そして全国のファンの皆さんも楽しみに駆けつけてくださいますから。そうですね、普段のこうコンサートツアーとは違った独特のこのいい雰囲気、あったかさがありますよね。そうなんですよ、なんとも言えない緊張感と、はい、なんかこう全て初めてですからね、もうセットも。あ、そうか。そういういろんな思考も、うん、だから結構緊張しますけど、だけど西織さんがいてくれるから安心。いやいや、そう言われたらこっちが一番緊張しますよ。だから歌手水森かおりにとっては、うん、1年のツアーのゴールでもあり、また新たなスタートでもあると。そうですね。いや、はい、はい、東京中野サンプラザ9月25日ですね。はい、で20周年で、今回がなんと初の関西で、はい、メモリアルコンサートが開催されると。そうなんですよ。すごい、すごいね。もう私デビューしたのが大阪だったんです。へー。デビューした日の9月25日は大阪で迎えたので、はい、だからこう水森かおりは大阪生まれですね。なるほど、はい、東京生まれでしょ。東京生まれだけど水森かおりは大阪生まれ。旅立ったのが、そう、大阪やねん。歌手として、そうやねん、大阪やねん。たどたどしいですね、関西弁。これはね、本当に関西地区の皆さんももう待望のメモリアルコンサートが初めて、うん、フェスティバルホール、はい、中之島の。どうします。関西のそれはもう様々なこの演劇界、音楽界を彩った、これはもう殿堂ですから。数年前新しくなりまして、そうですね、はい、素晴らしい音響と独特の拡張あふれるですね、雰囲気で水森かおりの20周年のリサイタルが見れるわけですよ。どうですか。いや、緊張しますね。大阪でもやりますから、あれを、あれを、あれを、今日あればっかりだから分かるかな。あれをファーピャーファーってやりますから。これ初めて見てる人は何のこっちゃさっぱりわーっとわーっとなりますんで、はい、まあここ近年のね、年末の、うん、豪華さといえばわーいやわーでございます。これをぜひ皆さん肉眼で目に焼き付けて生でねご覧いただければと思いますし、そうですね、もう本当にこのメモリアルコンサートでしかやりませんよ、もう。あっ、うん、これはもう断言しちゃっていいんですね。しちゃいます。だから通常の今やらせていただいているコンサートのバージョンとは違いますので。そっか、じゃあこれを見逃すと大変だってことだ。もう一生ないです。そこまで言い切る。いや、それだけの皆さん力の入れようですよ。20周年ですから、ぜひお願いします。まあこれは大切な、またこれずっとこれから長い歌手生活の中で、うん、もう残る伝説の、はい、
コンサートにしましょうよ。そうですね、したいですね、はい、でまた本当にその20年間ここまで来ることができた、うん、その感謝の気持ちをしっかりこう一曲一曲歌に込めて頑張っていきたいなと思うので、ぜひ皆さん見守っていただきたいと思います。はい、それまでにまた新しいアルバムが発売になると、その中からの曲ももしかして初披露という形で歌ってくれるかもしれませんね。かもしれませんね。おー、これは楽しみだ。はい、じゃあ改めて9月25日が東京中野サンプラザ、そして10月25日が大阪のフェスティバルホール、ぜひ皆さんにお越しいただきたいと思います。はい、最後にメッセージお願いします。頑張ります。以上です来てね。